サイパルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。まず今見ていただいているもの、瓶の中に西洋タンポポの綿毛が入っています。でもこの入れ物、瓶やペットボトルなんですけども、口がこの綿毛よりも小さいですよね。実は綿毛になる前の花、閉じた状態の花をこういうふうに瓶の中やペットボトルの中に入れると綿毛のドライフラワーが出来上がります。今日はこの西洋タンポポの綿毛のドライフラワーを作ってみたいと思います。はい、それでは材料を紹介します。まずペットボトルのキャップ、それからこれはアルミ線、それからこの瓶は100円ショップで買った瓶です。中に詰めるときにですね、ちょっと色砂と、それから乾燥剤のシリカゲルもあったので、今回はこれ入れてみたいと思うんですけども、普通の砂でも大丈夫です。それからこちらタンポポがずらっと並んでますけども、タンポポの花ですね。でちょっとどんな花を使えばいいかということなんですけども、これはですね、タンポポの花の先にまだ花びらがついて黄色い状態なんですけど、ちょっと割ってみると分かるんですけど、この下の方ですね、種がまだ熟しきってないので、まだ白っぽい色してます。花も黄色いままついてますね。でだんだんこう成長というか熟していくと、この上の花はこう 花びらがこうポロッと自然に取れていきます。で自然に取れたものがこちらにあるんですけども、こんな状態でどんどん少しずつこの花びらを包んでいる部分がこう裂け目が入っていって、こう割れて広がるという形なんですけども、まあ、広がってしまうとこんなになってしまうので、広がる前のこの辺の自然にこの花びらの塊が乾燥して取れたもの、こんなものを利用してドライフラワーにします。外で今タンポポが咲いてますけども、咲いてる中でちょうどいいものを探してきたらいいかなと思います。では材料はこれなんですけども、これから早速作ってみたいと思います。最初にこの針金、アルミ線をこのキャップ1回ですね、くるっと巻いて、だいたい円に近い形を作ります。そしてこの輪がですね、少し小さくこうなるようにして、キャップの中にこの輪が入るようにします。そして余った部分はこう真ん中で立てるように、こんな感じにするんですけども、これをこのキャップの中にこう入れていきます。縁の方のくぼみにこう線が入ると固定されるので、こんな感じで、キャップの中に針金が立つような形で、台を作ります。でここにハサミで、切ってここに刺します。で刺すんですけども、その刺すときにこの瓶のですね、この瓶の真ん中よりちょっと上ぐらいに、この花の部分が来るような長さで、この茎をですね、切りたいと思います。ちょっと立ててみますね。どうでしょうか。まあこれぐらいでいいかなというところで切りますね。でこんな形でこれを中に入れるんですけども、このままだと中で動いたりもしてしまいますので、両面テープをですね、このキャップの底に貼ります。こんな感じで貼ります。そして剥がします。では、この台につけた、タンポポの花、これをピンセットでこの中に入れたいと思います。こんな感じで、瓶の中に、入れることができます。でこのままでもあと蓋をすればこれでドライフラワーできるんですけども、今日はちょっと先ほど言いましたけれども、化学科にあったものでちょっと飾りをつけてみたいと思います。
まあ、これはなくてもあってもいいんですけども、乾燥剤ですね。これはチリカゲルという乾燥剤を入れます。まあ、開くときに少しでも乾燥が早く進むかなと思いました。それから色のついた砂ですね、これをですね周りに入れていきます。でこんなことで今砂を入れて蓋をして、これで完成です。といってもまだ開いてませんけれども、これが時間が経って、明日あたりにはもうこんな感じで、中で西洋タンポポのドライフラワーができていると思います。